お疲れ様ですす月日日火曜日朝6時の相場解説になります今日はテクニカルで上昇していくところが見れるんじゃないかなと思いますね、えー、昨日は今日足が確定しましたけども陽線になりましたその前が下髭の強い陰線ですね強い判断はどうするかというと実体よりも長い場合は強い下髭と言いますね そうではなくて、実体が大きくって、同じ下髭が出ている場合、あ、すみません。下髭がね、こういう風うに出ている場合、これは下髭が強いとは言いません。わかりますこの、すみません。このね、髭の長さが実体よりも長ければ強いっていう表現をとりますけども、実体が大きくて、それよりも髭が小さい場合っていうのは強いっていうね、 そういういいなな前置は使わないでおきますね当然強い下ヒゲの場合はその次に陽線が出た場合これね三平の前の二平っていうな扱いになっているというふうに感じていただければと思います。つまり今形成中のこのロウソク足がですねロウソク足が陽線になったら三平ってことになりますので本当に上昇トレンドが強化されるってことです。 はい。で、4時間の方を見ていきますと、ねじれ状態にあるんですよね、4時間。ね、今ね、移動平均線を渡りきるかどうかってところなんですけども、一番反発する可能性が強い赤い線に絡もうとしてます。今日の注目点は、4時間のローソク足と、この移動平均線の赤との関係ですね。これが弾かれて下に行くのか、ひるまずに上に出るのか、そして上昇トレンドになる。 これを見極めていくところが一つのポイントですじゃあ1時間になります1時間は移動平均線の上にロウソク足が出てますんでこれは上昇に向かったと言ってもいいと思いますただし4時間が今ねまだ支配並みになってますのでこれ4時間が下の方に戻るようでしたら1時間軸も下の方にねまた引き戻されて移動平均線の下にロウソク足が潜るという形になりますね ままですんで、すす。やっっっぱりり4時間をちょとと注目ってことになりますただ1時間だけ見ますとちょっと今ねローソク足すごく定規が短くなってしかも頭打ちになってますのでどっちかつと,と横ばいでこの153円の96メル丸をブレイクして154円に行ってないって状態ですから154円に行くようでしたら1時間から上昇トレンドの波が起こるんではないかなっていうふうに判断できますね。 で、テクニカルで上昇が成功するかどうかっていうのはお話したような点を見ていけばということになります。それが今日のミッションですね。はい、それじゃあ今日もよろしくお願いします。